こんばんは。こんばんは。HBC 北海道放送アナウンサーの堀吉智です。えこの時間は強読きトークライブこちら HBC 報道部新型コロナ Q&A 特集と題しまして新型コロナウイルスについての疑問質問などに、えー、答えていこうということになります。でお答えいただくのが、えー、普段まあ地上波になりますけれども、えー、道内ローカル情報番組強読きでおなじみの札幌医科大学教授の 東西のりつぐさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいえー、インターネット放送です。はい、えー。経験上は,、はい、は初めてになるんですか。初めてです。<あ>インターネットは初めてです,よす、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ普段はね、道内ローカル放送で、はい、はい。もう東西さんには2月の半ばぐらいからでしょうかね。そうですね。はい。はい まあ,道内があの時はまず第一の山が来た時でしょうかねの、感染の寸前というかね、そこから毎日、ほぼ毎日、えー、共同うの番組内で、ね、いろいろと解説いただいているわけですけれども、今日はその HBC の特設サイトに皆様から寄せられた新型コロナウイルスの疑問、質問だけでなくてです、ね、このご覧いただいているユーチューブのチャット機能を利用して、えー、ライブで直接、先生にこう質問、疑問など 受け付てけてて答えていただこうと思っております、はい、でトシ先生にはいつも地上波ですので、えー、時間がかなり、えー、限られた中で解説していただいているので、はい、深く掘れないところもあるんですが今日は比較的時間に余裕があるということですので、はいはい、1一項目1項目ちょっと丁寧に深くよろしくお願いいたしますお願いします。はい で普段からあの番組にその特設サイトにたくさんのですね身近な疑問からちょっとこう医学的な疑問までいろいろ寄せていただいているんですけれどもその中で過去にもちょっと紹介したかもしれませんが寄せられている質問をいくつか用意しておりますのでまず最初の質問いきましょうかまずこちらですはい40代女性の方からいただいた質問ですが新型コロナウイルスの生存期間、場所により差はあるんでしょうか。 これはですね、ものすごく差があるんですね。差がある。ええ。うん、あの、例えばですね、あの、えっ、ー、と、こう。 手のひらにです、ね、ウイルスがもしいたとすると実は30分ぐらいしか持たないんじゃないかっていうふうに言われてるんです肌につくと大体30分ぐらいじゃないかっていってるんですねで、はい、えとそれがですねあのそういう肌ってもともと油とかいろいろあってですね<っ>あの防御の仕組みがあるので。 あんまりウイルス長生きできない環境なんですもともとが<ー>、えー、それはもう<じ>自己防衛として人間,人間,の人間が持ってる、ね、防衛の能力として、ね、機能なんですね、えー、だけどそれがまあそういうところってないところへ行きますねそうすると あの例えば飛,飛沫の中にウイルスがいた場合はその飛沫が乾が完全に乾燥する前までは確実にいることになるうん、うん、生きてることになるんですね。はい、でそれがまあ飛沫ははどれぐらい漂っているのかというと、うん、これがあの大きいやつだと,、はい、1> えと1分かそこらで地面に落ちちゃうんだということなんですけどもこれがそのもっと小さいあの最近出てきましたエアロゾル。 ああいう本当に細かい飛沫のが漂っている場合は30分とかはもっと長生きするだろうと数時間という先生もいるんですけどもなのでそういう細かい飛沫が蒸発しちゃえばだめになっちゃうんですけどももし蒸発しなければず数時間漂い続けることなんですね。なのであのなんていうかこ,うこれをなくすために風通しのいい場所にしましょうと。 あの密閉空間を避けましょうって言ってるのは、うん、そポイントはそこなんですね。三密三密、三密ええ、まあこれはもう全国共通の、まはい、守りましょう。それこそ世界でみんなで守りましょうということだと思うんですけど、ええ、その三密の中でも例えばもわっとしたちょっと湿度高めで、でまあ例えばこの今の時期ね、あの乾燥渋会でこう狭いお店に大人数が集まる、あのあの感覚ですよね。あそう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 ,、はい、そういう感じです。ああいう時に。うん やっぱりこう喋った時の飛沫が重ければすぐ落ちるんだけども軽いやつがふわふわしてしてそれがお互いこう出てるわけですね、そうすると結構長くいっちゃうので完全吸い込んじゃったりするということになるんですねまあ3密ですね、密閉、密集、密接まあ残念ながらやっぱり会食をして最近、のその後感染が分かったという方がやっぱり道内でも複数例出てきていて。 やっっぱりそううななんんだなっていうのは感じるんですけどもこれがですね、あのー、さらに今度いろんなところ今度落ちてきてそうするとまた寿命がいろいろ違うというふうに言われてるんですね、うん、例えばこういうこれテーブルのこうツルツルしてるこういうガラスとかこういうステンレスみたいなこういうところだと今のところ研究で一番長生きすると言われてるのはこの金属とそれからプラスチックの,あの表面。 そういうところがあの一番長生きするとで大体どのぐらいかというと、まあ、一番長いところで23日と言われているんですがそれは当然全部が23日生きるわけじゃなくて条件はいろいろろあ,あって、まあ、最終的に生き残るのが23日ぐらいいるということなんですけどうん、うん、だから身近なところでうそういうとテーブルとか例えばスマホパソコンとか、はい、まあやっぱりちょっとつるつるしたところには比較的長いという。 だからそれは今、消毒剤がなかなかなくてあのアルコールの濃度のちゃんと濃い80%の,のアルコールがなくてまあ水拭きとかねあのアルコール入っていないあのウェットティッシュありますよね、例えばそういうのでもやっ拭く拭かないでは全然違いますね。改めて、まめに身近なこうみんなが触るようなものスマートフォンもパソコンもあと家庭の食卓とかもやっぱりそれはやっぱり折に触れてしっかり水拭きするというのは。 大事なこと大事なことだってことですね。えー、はい。では続いての質問行きましょうか。はい、こちらはい。六、え、十、ー、代の方から、まあ温泉、サウナなど固州浴場には行かない方がいいんでしょうか。えっと、ね、行かない方がいいのかって聞かれたら、うん、行かない方がいいですっていうしかないまあそれはリスクをね、えー、リスクはゼロじゃないからですね。はい、じゃあどこがリスクなのかということなんですけど<あ>まずじゃあ温泉から借ってみますか。はい。はい、温泉のこの湯船の中に入ってお湯自体は を介してウイルスがあのうつる危険性はほとんどないです。<う>ええ、あのまず生存しないだろうっていうのもありますし、うんうん、それからあの非常にこう広いところにあのわずかなウイルスがいるだけのことになりますので、まあ広がっちゃっててほとんどでそのその広がってほとんど薄くてほとんどウイルスがない水をですね、もし口の中に入れたとしてもウイルスが入ってくる可能確率ってほとんどないわけですね。 とにかく鼻とか口に入らないと移れ移、うん、りませんから肌にいくらくっついてても大丈夫なんでだからお風呂に入っていること自体は危険はないと思います、うん、ただ近くでこうやってやってるとお互いに話しますね、はい、そうするとひ飛沫が飛んでまあどちらかがウイルス持っていれば、ね、感染していればそれは飛びますね、うん、で飛沫はこういうあのなんていうか、えー、湿気がある湿気のある状態だからなかなか蒸発しない、はい、それさっきの話に通じることころですよね。 ある程度生存期間長くないっそこは危険。そうなると、だから温泉自体が危険だというよりは、まあおしゃべりするというリスクと、ええ、あと温泉施設ってことになりますかね。ええ、のあの特に脱衣場ですね、うんえー。あのち距離近くなっちゃっ、はい、そこはちょっとやっぱり。うん リスクある、ね。よくあの共同金の番組の中でも先生が言ってますけど、とにかくこう。複数の人がいる場所とか、共有物、はい、例えば、その温泉施設を。行けば、もちろんロッカー使ったりとか、はい、あのカゴも使ったりとかする。はい、で、最後、もちろん着替えた時に、はい、あの、しっかり、あの。最近だと、お店の入り口には消毒液があると思うので。はい、それでも、う最後、しっかり手を手。手を洗う。まあ、接触感染の危険性、うん、まあ、いろんな共有物ってありますね。うん、まあ、ドライヤーとか、櫛とか、いろいろあると思うんですけど。 でそういうのでこう返して移るっていうことは当然考えられますね。だから最後は消毒する、しっかり手を洗ってからその施設を出ていくっていうことを心がけるっていうことですね。そう考えるとあちょっと細かい話、サウナになるとまあさっき言ってたある程度その乾いた乾式のサウナとちょっと湿気の多いサウナでちょっと状況がまた違っていますけど。違いますね。うん、ええ、まあどししししししし湿湿湿湿めた方のサウナですね。うん、あれは温度が低いんで。うん おそらく飛沫飛んだら、ずっと一緒に残ってる可能性ありる。あ、そうですか。ええ、じゃ、ちょっと湿気湿ってる方の,の,方の。ミストサウナです。ミストサウナの方が条件はあまり良くない。あの、ちょっと乾いた、ちょっと乾燥した方のが、まだあの、飛沫は乾いてしまいますから。うんうんうん あのいいとは思いますけれど、うん、それにしても、ねえー、あんまり、うん、密,着密着した格好になりますからサウナはうん、うん、それがちょっと心配です、うんまあ、常にリスクはあるよということを覚えておいていただければと思いますがでは次の質問です。いきますかはい 今度グラフが出てきましたこれは40代の方からの質問なんですが海外と日本で感染者増加数の違いが気になりますと検査の体制が違ういろいろと医療体制も違うんでしょうけどままず何が言えますかねこれも明らかに検査体制が一つ違う、うん、というのはあると思いま,す、はい、まず PCR 検査の体制ままず違いま、うんまあ全く違うので、うん、でそれで差が出てるというのはもちろんなんですけどただ、はい、あのどれぐらいのあのあいくら検査体制違うって言ってもですねあの 感染の広がるスピードがそれに影響するかっていうとそれはちょっと考えにくいわけですよね。<ー>なのでもうちょっと別な理由もあるのかもしれないですけど今それは、まあ、予想を超えてるのでわからないですね。 あのよく、ね、ウイルスが数か月でちょっと変化しているとか,なんかいろんな噂もあったりするんですけど、ええええ、なかなかそんなことを言える段階ではない,で,はまだないですねだ海外のウイルスと日本のウイルスが同じ新型コロナウイルスでも違うとも言,い現段階では言えない,言えないでもあの違うからそうなんだっていう可能性もな,あな,、うん、ないわけではないですね。うんうん、でも今 一番は今アメリカが感染者が多い地区になりましたしまあその前はイタリアだったで今でも毎日本何百人という方が毎日ですからねこれちょっと日本と状況が違いますけどそう考えると日本は PCR 検査で分からない人が今いるんじゃないかということで不安を抱えているけれども死者はそこまで出ていないですかえ、そこはなるとまあ今のところまあ一番はっきりしているのは医療崩壊していないということですね。つまり患者ささんんがたくさん出てもえとベッドとか に入れない病院に入れないという状態は、まあ、かろうじて避けていられるのでまだ日本の場合はですねだから、えー、と重症化した時にあのすぐ対応できる状態はまだあのできてますのでそ,そこだと思いますあと日本人の性格の部分でいうと比較的公のおたしがあるとみんなちょっとこう逃げならにな,り、はい、なってすぐじゃあみんなで手洗おうというちょっと性質的なんか。 国民性というのはありますか。えっとそうですね。あの国民性っていうことで言えば、うん、あの手洗いはねもしかしたらすごく重要なポイントになるかもしれない。<ー>それはあの日本ぐらいですね手洗う国民ほそおそらくいない。世界で。世界で。はい、あ。えー。 あの、どこにでも、日本だと、町行ったら、どこでも手を洗う場所必ずありますよね。公園に水、水道は必ずあります、ね。で、それで、手を洗うのは、もう、なんていうかう、習慣になって、全然気にならない。うんうん、あ、洗う、洗う、洗わなきゃいけないなら洗う、うん、洗うぞって感じなんですね。でも、えっ、ー、と、アメ,まあ、アメリカなんか、明らかですけども、手を洗う場所は、すごい、ないんですよ。すね、公の場に。公の場に、それで、もともと、手を洗う習慣、あんまりないみたいなんですよね。もともと。もともとが。 それはヨーロッパもどうもそうらしいので、うん、なのでその差でか接触感染がですね、えっ、ー、と日本で起きにくいっていう可能性もあるです、ね。うん。あと以前番組の中でも先生がおっしゃってたあのまずそもそも日本の水の質もいいっていう話がありました、ね。あありました。はい、うん、日本の水ってすごく質がいいので、あの手を洗うった時にですね、その綺麗な水で洗えるので。 あの、こう、なんていうか、ウイルスに対する洗浄効果が非常にあるんですね。えこれも、もしかして、まあ、食器とか食べ物も全部そうですけども、これは非常に大きいことかもしれない。うんうん、まあ、ウイルスの性質はちょっとわからないけれども、えー、まあ、あの、医療体制、検査体制、あと。 水質が良い水でどこでも手を洗える日本というのはそういう意味でも恵まれた場所なのかなという、ええええええ、有利だっう、ね、いやう本当世界と比べたときにあのそういう場があるのっていうのは、ええ、こういうことがあって初めて日本の環境というのはいい環境なんだなっていうのを改めてはい、はい、あ衛生的には非常にいい環境だとう、ねうんうん、ってことですよね。ええ、はい。そしてですね今ライブ配信を視聴されている方から寄せられた質問です。ありがとうございます。えー、体調不良の際 えー、コロナかもしれないと考えたとき、はい、どう行動したらよいでしょうかまずそういう自覚症状が <まず S 1> 出てきたとき、はい、自分のその症状を確認する必要があるんですけど、はいでまあやっぱり一番重要なのは熱をちゃんと測るということですね。これは毎日例えばですけど、えー、決まった時間に理想的にはじあの何時でもいいんですけど、はい、自,分自分で決めた時間で測っていただくのが一番いいでですねでできればで、ね、朝がいいです朝がいい、えー、それは 朝がですね人間って一日の間で体温が実はあの病気でなくても一、はい、日のサイクルで上下するんです、うんでえー、なのでこう今例えば今、えー、と7時ぐらいですね、はい、7時半過ぎですこれぐらいの時間帯って一日の中でも体温高いんです人間はこれはなんかそういう体のリズムになっています<ー>、えー、それで一番低いのが実はあの明け方なんですけども、うん その低いところで測ってつまり朝ですね朝で測ってなおかつあの37度5分とかあったらそれは本当に熱出てるねっていうことになるのでなるほどじゃあ<っ>仮に今みたいに一番熱が高い時に測ると例えば36.9とかまでいっててっっちょっと高いなって思うんだけどもそれは本当の熱かどうかはちょっと分か,と分からない。<ー> 朝にやっぱ37度を超えてるるていうのはこれはある程度熱出てきたんじゃないかと思えるのですねだからまあ病院ではですね入院したときに検温ってやる必ずやるんですけど患者さんを起こすっていう都合のいい方法でもあるんですけれども両方の意味で朝検温するんですけどもそういうことなんですよね。 えっと、もし、えっと、やっぱ気になってよく測りたくなるじゃないですか、ええええ、やっぱ自分の体調心配なんで、ええ、そういう時って例えばまず朝じゃあ決まった時間、ええ、もし次だったらまあ具合悪いなと思った時には測っても,もちろんいいです、うん、それもとその朝測ったのと比べられるからそれも参考になりますから体温を正確に測るというのがコロナの場合は重要だと思う、うん、まず、それともちろんあれですよね外出しないというのも大事ですよね。 え外出しない、今のこの状況だと。えー、外出はしないと、うんえー。ええー。まあ、もちろんお仕事とかね、えー、いろいろあるんで、事情があるんでしょうけれども。まずは、じゃ。朝、決まった時間に体温を測るっていう行動から。自分の体調を管理する、えー。はい、管理するということですね。えー、ありがとうございます。まだまだ募集してますので。えー、お寄せいただいた方から、ライブで、えー、質問を伺っていきたいと思いますが。じゃ。あ過去に来ている質問でいきましょう。はい、五十代男性の方からですが。マスクで。口だけ。を覆うのは。効果あるんでしょうか。 ここれれははないでです断言できるえ鼻から入ったらあの鼻は一逆にコロナにとっては鼻は一番う嬉しい場所ですからこれは吸い込,みやすい吸い込まれていって、うん、その奥の一番あのコロナがくっつきやすいのはのの粘膜ですけどもそこへもう,もうダイレクトでちょ直接くっつくことができるので、うんえー、非常に感染しやすい。 あのついついこう一日の中でね、はい、マスク群れてきたり、快活になってきたりすると、えー、やっぱり喋ってるときもさけど下げますよね。えー、あのシチューでも鼻出てるで、えー、マスクしてる人多いんですけど、その気持ちわかりますけどじゃあそれは自分でウイルス用のゲートを開けてるってことですか。そうそうです。えー、もうほとんどあのマスクとしての意味をなくしてしまってますあ<ー>まあ口って普通まあ。 閉じてますよね。まあ普通にしてればね。でも鼻って基本開いてますよね。そうなんです。人間でね、本来口って閉じてるもんなんですよ。あの呼吸する時のために鼻は常に開いてるんですけど、機能としてね。だけどあの口は本当は本来あの呼吸するところじゃないので、あ、そうそういうことなんですか。あの食べ物食べる食べるとこですので、開いてちゃいけないんです。そうなんですね。 あの、あんまりこうやって、僕みたいに口パカパカ開いてるの、はあんまり良くない。開いちゃう方なんですね <laughs> <laughs>。口は食べるもの、ええでもええ、鼻は呼吸をするための。あ<ー>じゃ、そういう意味で言うと、マスクっていうのは、ええ、じゃ、鼻隠さないと、本当に,、ええ、本に意味がない。はあ。 どうします、あのもし本当一日こうやってて、あもう群れてきたなと思うなら、ええ、それでこう下げるぐらいなら、ど、どうなんですか、ええ。あの断じて下げちゃいけないです下。下げちゃだめ、ええ。で下げると、あのこの顎のあたりの触り、ねええ。触りますよね。触りますよね、ここは実は、あの飛沫とかで汚れている可能性高いんですよ。<ー>でそれをマスク下げると、このこっち側の。内側、うん。内側ですね、本、はい、本来きれいなはずの場所が。下がって、あ汚いところに行ってしまうことになるので、うん、それまた上持ち上げたってことになると。 飛沫を口の中で運んだことになるで。これ危険な行為をしているとことですね。改めてこれは、えー、あの念を押しておきたいですね。はい、いややってる方いますね、えー。気をつけてください。そしてまたライブ配信視聴されている方から寄せられた質問です。マスクが手に入りません。手作りマスクでも大丈夫ですか。えっとマスクの一番のあのなん,んですかあの働きはあの自分が飛沫を飛ばさないことなんですよ。よ、うん あの咳とかはははあのくしゃみしたときにあのマスクによってこのあの防御するというのが一番の目的なので、はい、その目的だけで考えると布でも、うん、あの大丈夫ですその布っていうのが例えばこういろんな布ありますよね、ええ、もう本当ののの普通綿布だから何枚か重ねにしてあんまりスカスカにしないようにするというのであれば。 えっと、布であれば、あの、飛沫は吸い取っちゃいますからね。ある程度効果あると思いますあ。じゃ、仮に、マスク、布マスクしていて、<っ>手作りの布マスクしていて、ポーンってこう唾飛んできたら、そこで吸収してくれるということですね。<っ><ー>そこで引っかかってはくれるだろうとは思。うんまあ、大きい唾だった、ら特にそうですね。じゃ、ちょっと二重、三重にしたような。手作りの方が、より効果は高くなる、ね、ということですね。はい。では、次の質問行きましょうか。 はい。二十代女性の方からですが、外出中につけていたマスクの帰宅後の処理どうすればいいんでしょうか。あ、えっとですね。えっとかこのマスクの耳掛けのところ。今。はい。その耳掛けのところですね。先生、じゃあやってみましょうか。はい。じゃあ実演ということで。はい。まずこれは表と裏もまたあるんですけどはい。この場合はですね。えっとこっち側がちょっとカメラに向かってこっち側が表になりますので、ここに花ワイヤーがありますので。 でこういうふうにつけていくんですけど、はい、これあれですね。あ、これがはい、ワイヤーを鼻の筋に通して、ええ、ここをね、はい、あの必ずこう鼻の形にこう塞がないといけない、うんで。それで顎まで下げてこういう感じでマスクするのが本当なんです。よで、捨てあの捨てる時にはここ絶対触っちゃダメです。ここは汚れてるってよく言われまね。汚れてるんです。あので、うん 呼吸して吸い込んでますから、うん、なおさらいろんなもんがくっついてるわけです。ははははなのでここを絶対触らない。それなので一番安全なのは耳の後ろということになりますから、はいはい、こうやって持って外してこのまま、うん、ゴミ箱にゴミ箱に捨ててしまうっていうのが普通です。うん、これまあ、あの。 もちろん自覚症状ないとかもあるかもしれませんけど特に元気で一応、予防のためと思、まあ、もしくは自分が飛沫させないためと思ってつけている方の場合はこれをビニール袋に入れるとかそういうういのはどうですか、はいえー、とあでもやっぱり念のために <laughs> あの外を歩いているわけですからあの念のために <laughs> あのできればビニール袋を入れて縛っちゃうというのをしていただいた方がいいといすそれは念には念をということで言えば、えー、ビニール袋に入れた方がいい、えー、あの今、汚れるっていうおっしゃいましたよね。えー でだからこう基本的にはマスクはあのつけてからあの外すときはもうもはや捨てるときってことなんですよね。そう,そうですそうです。途中で一回かあの誰かこうこうやって外して、はい、なまたなどっかをいいこの辺にぶら下げたりしてまたかけるっていうのはほとんどかんかんばしいことじゃないですね。よくないですね、えーうん。いやだら例えば知り合いとあってああなんてこう外して結局喋ってまたつけるなんてこと、えー、あるかもしれません、えー、効果はかなり落ちちゃう。一<ー>日 活動してればもちろんマスク汚れてくると思うんですけどはい、はい、例えば、息していればもちろんどんどんこう吸い込むんでい込そので、ええ、まさにマスクがここにほこりとかいろんなものをこうキ,ャッチキャッチするわけですよね。これって本当に1時間何時間とかでも汚れてくるものですう空気中の例えば別の細菌とかもあるのであのコロナだけじゃないんできますじゃあもう1日8時間ぐらいつけてたなんったら相当汚れてると思ったほうがいいですか。ええええ ここはなんか見た目にもちろんあの落としちゃって汚れてるとか見た目に汚れてるのは気付くんだけども、ええ、まあ綺麗にあんま触んなかったら見た目白くて綺麗に見えるじゃないですか、ええ、見た目の汚れという意味で全然違うんです、ね、あのなんかつまり掃除機の中にフィルターっいうのはあるじゃないですかああいう状態なんですここが、はあ、だからあの掃除機いろいろ使ってるとここにあの細かいここにフィルターにいっぱい溜まってますよね。はい ああここがフィルターだと思,思っていただければいいんで。その例えを聞いたら一日終わったマスクはもうあの掃除機のフィルターと思った方がいいんですね。そうです。こっち触ろうなんて思わないですよね。そうそういう啓発いいかもしれませんね。<laughs> ええ、そう思ったらやっぱりなんかこんな風に触らないですよね。ええええ、やっぱり丁寧にこう後ろからゆっくり。掃除機であのゴミパック捨てるときはみんな慎重にやる。やりますやります。あの埃飛ばないように。ええ あ、じゃ、それくらいのものだと思って、一日終わったマスクは扱ってくださいとう。はい。はい、いや、ちょっと認識変わりました。だ、はい、か見た目に汚れてないんだったら、いいかなって感じなんですけど。<laughs> そんなことない。ねええ、じゃあ、まあ、できれば、えー、帰宅後は、えー、こう、もちろん。ゴムのところを持って、ビニールに入れた方がベストだということですね。はい。そして、ライブ配信視聴されている方から寄せられた質問、言っていいですか。はい。えっ、ー、と。こうなると、まあ、現状。 収束終,終わる域ですね。収束は誰がどんな基準で宣言することになるんでしょうかという質問です。収束、はい、宣言はおそらく W. H. O. がするしか方法はないんだと思いますけど。うん、まあ、だから、明らかに、なていうんですかね、あの、患者さんの発生の。あの、曲線がありますけれども、うん、あの、こう、今こういうふうに上が上が,上がってますね。はい、あれ、必ず。こういうふうになって、こういうふうに下がるんですよ。うん こうこうなんていうんですかねあの昔あの試験で出てきた、はい、あの正規分布ってやつですけどこういう釣り鐘状のカーブを描くんですけどこの形でこっち側まで下がってきたっていうのが見たら収束ってななるんじゃないですか、うん、でもこれって今の現状、まあ、オリンピック来年に延期になりましたけれども、えー、あのここまでのパンデミックってある意味 まあ人類が経験した中で、まあ、過去に例えば100年前のスペイン風邪とかあったと思いますけども医学がこれだけ発達してでグローバルな世の中でこれだけ人が行き交う中での、はい、いろんなデータも蓄積もあるそういう意味で言うと初めての経験ですよね単純にパンデミックって考えても、うんあのー、実は SARS とか MERS、ね、とか新型インフルエンザは実は大したことなかったです。うん おそらく、あのー、パンデミックとしてはスペイン風邪以来じゃないかレベルのと。新型あのインフルエンザとか SARS はもちろん局所的に大変だった、ええええ、地域あったとは思うんですけれども、ええ、全世界というレベルで言うとう確実に全世,、うん、全世界で非常に犠牲者たくさん出ているというのは、うん、歴史的にはと突されるべきものだと思います、ね、だからそう考えると確かに収束というのはど,どれをもって収束というのは。 例えばいゼロだなと思ったらスペインズの時もそうだったんですけど、はい、2> 第2波、第3波って出た,出たりするんですだからそこまで見極めた上じゃないとこう収束って言えないでじゃあこれ、世界でもちろんある程度抑え込めている状態であればいろいろイベントとか本来の生活に戻っていくとは思うんですけれども、えーえー、ただ ゼロになるってちょっと考えにくいですか。考えにくいですね。今の現状では。例えばあの季節風のあ季節性の、ええ、あのインフルエンザみたいに毎年ある程度冬になるなれば流行るものということにもなる可能性なんですか。あります。それもある。はあ、い。となると例えばワクチンとかができて、ええ、やっぱり10月とかあのふ本格的な冬になる前にみんながワクチン打つみたいな状況になれば。ええ そです、ね、ちょっとね50代男性の方からも新型コロナウイルスの治療薬やワクチンの開発は進んでますか、はい、って質問あるんですけどもだ現時点でまずここ注目されてましたけども、ええ、過去に HIV だとかはい、はい、あと喘息の薬と、えっとあとは新型インフルエンザの薬、ええええ、今先生の,あの持ち合わせている情報でいうとまず知識 治療薬っててどうですか、えー、治療薬はあの新,、えー、と新型インフルエンザ用に作られた抗、うん、インフルエンザ薬がちょっと成績がいいのではないかということで、うん、今あのいやあの、治療研究というんですが治験と言いますけれども、はい、患者さんに実際投与してどれぐらい効くのかというのを今やっている最中なんですよね。 大体その薬はこのままいけば認可できるのではないかということになってるんですけども、うんうん、でも最終的にどうも結論出る6月ぐらいになりそうだって話なんであじゃあもうちょっと先なんですね、ええええ、ただ本当に効くかどうかまだ分かりません,ん、ええ、でも今、世界が、まあ、ワクチンも含めてですけれども、ええ、世界がいろいろ試しているということは。 過去の、まあ、いろんな、あの、病気あったと思いますけど、やっぱ、全世界の、その、英知が、こう、集結しているというのは、早く進むことになりますか。ええと、ただですね、うん、あの、こういう医学研究って。ちょっとくじ引きみたいなところがあるんで。チャンスをうまく捕まえば、あっという間にできるんですけどなるほど。それを、うまく捕まえられなかったら、あれもダメだった、これもダメだったっていうのが続くことになるんですよ。そういう目に、今まで歴史的に何回もあってるので。経験には、ちょっと。 言えない,いや本当にたまたま狙い通りここじゃないかと思ったその正体その新型コロナウイルスの正体のところにピンポイントに何か見つけたら早いかもしれないし紆余、ええ、うう曲折しながら時間かかるかもしれないと、ええ、まそれは歴史上,歴史上そ,そ,その繰り返し。ええ、よく今、ね、ワクチンは1年半から標準的に展開できてあの可能性があるのが今出てきたのでそれがうまくいけば1年半くらい。 それはよくてって感じですか。まあ順調にい順調に行って、ええ、じゃあそれ以上かかる可能性も考えとかなきゃいけないって、ええ、ことですね。はい。そしてライブ配信視聴されている方から寄せられた質問です。肌にくっついても大丈夫って毛穴からウイルスが入ることはないんですかということですね。あ,あ、あの毛穴からは入りません。毛穴から入らない。ええ あのウイルスの,あのよくサイズ感を、ええ、あの1ミリの大体、えーとえー、と大きさは100ナノメーターぐらいですよく1ミリの,あの定規の幅になんか1万個ぐらいはあれの、えー、と1ミリのです、ね、だから10万分の1ぐらい、ええ、1>, あ1ミリの,あの幅の10万分の1ぐらい、ええ、1> に1個1個が入ってくる、ええはあ それでも肌は大丈夫なんですかあの,あの,肌のところに毛穴のところにはです、ね、皮脂というのが必ずあるんですけれどもその油があ油ありますねこの油がですね実はこのウイルスの一番強敵なんですよ、えー、なんでもうそれで大体復活,復活化しちゃうのでコロナウイルスの場合は毛穴から入ることはででききまません、うん、断言大丈夫でもう一個ですねあのライブ配信見てる方から。 夏にかけて蚊がウイルスを媒介する可能性はありますかあの蚊,蚊が媒介するウイルスは蚊,、うん、蚊が持っているウイルスなんですよ。ほうほうで全く種類が違うのでは<ー>、ええ、それアルボウイルスって全く違うウイルスなんで。うん あのー、コロナウイルスがあの蚊と仲良くなることはないです。ない。え<っ>じゃあ誰か感染されている方の血を吸った蚊がまた自分のところに来て吸ったらこれで感染ということはえそういうことはまず考えられないです。うん、だからあのデング熱とかはそうですよね。ええ。それはそういうウイルスなんです。まあ、同じウイルスでもそういう人に移っていく蚊で移っていくウイルスではない。うん、ない。新型コロナウイルスは。え<っ>ああ。あそれも現状断言できる<っ>あ。そうですか。これからね確かにあの暖かくなってくると。 ねえ、ええ、蚊がいっぱい発生しますからね。ええ、なるほど、それは大丈夫ということですね。ええ、おお、はい、ありがとうございます。では。次、いきましょうか。はい。次の質問は。来ますか。出るでしょうか。はい。えー、今、H. B. C. の。札幌のスタジオから生放送で、生配信中でございますが。じゃあ、えっ、ー、と、チャットライブ配信視聴されている方から。 消毒用エタノールについて、ウイルスが耐性を持つ恐れはありますか？ないです。絶対に死にます。お<っ>、エタノールまあいわゆるあのア,ルルアルコールですけども、やっぱそれだけアルコールって強いもんな。ああというかあのコロナウイルスっていうのはですね、はい、こういうまあイメージするとこういうね油のシャボン玉みたいな油の粒なんですよ。でその中に遺伝子がある。 っていう形なんです。このこの外側の油のこの膜みたいなのがあるんですけども、うんうん、ここはあの本当にただの油の膜なので、うん、アルコールって油に強いですよね。ああ、だからあのアルコールかかるとここがバカンと壊れちゃうので、<お>でもうそれでもう全く壊れてしまう。ああ、あのアルコールもそうですし、<ー>あとだ。 あといわゆる石鹸せね石鹸もだから石鹸も油流せますよねだからこのウイルスの外側のこの膜を壊す能力があるので石鹸ぐらいコロナウイルスは恐ろしいものはないわけですだから毎日皆さん手を洗ってください折りに触れて手を洗ってくださいということですね。あとですねこれは先ほど ライブ配信で視聴されている方からの質問、えっ、ー、と肌のこととな夏の蚊のことはやりました、ねはいはい、であとね聞いてないのは、ね、どれかな、えー、とほとんど聞いたかな <laughs> 聞きましたね、聞いた聞いた聞いた、はい皆さんからの質問はすべて答え今今ところ届いているものは答えましたね。はいじゃあ 番組に以前から寄せられてい質問いきましょうか、はいえー、30代女性の方から妊娠、はい、中に感染した場合の母子への影響はえっとこのコロナウイルスが胎盤、ねはい、通過できるかというと胎盤通過できますという報告はないんです。うんえー、ので あのお,お母さんがもしコロナの感染症になった時に必ず子供にうつるかというとそうではないただ、まあ、あの生まれる瞬間にうつるかもしれないですけど<ー>それはあるかもしれれないですそれは出てきて物理的にくっついてて赤ちゃん呼吸し始めますのでその時になるかもしれない<ー>でもそれもかもしれないです。それれより問題なのはお母さんがコロナにかかってて体力奪われて そうすると全もう妊娠してますからただでさえいろいろ負担がかかっているので、うん、それが重症化する恐れは高いだから新型コロナウイルスによるう赤ちゃんへの影響ということではなくて、えー、基本的にはあの妊婦さんってはいろんなこう、えー、リスクというか、はい、やっぱり免疫の部分とかいろんな気をつけなきゃいけないことを抱えながら今生活されてるわけですよね、えーえー、だからそういう意味でいうとお母さんの健康を守ってくださいということです,そうですそうです、えー だから新型コロナウイルスに対することというよりは元気にええ、まあだから妊娠中だとはもう普通に行っても数移しちゃダメだとかインフルエンザなっちゃダメだってありますよねそうそういうことだと思いますですのであのー、まあ最近よく言われてますけどやっぱお年寄りとかリスクのある方、はい、まあ妊婦さんとか、はい、そういう人たちをやっぱみんなで守っていくっていう意識ですよねそうです、うん、はいここはもうみんな全国世界的にも共通なのかなと思います。えー あっという間にトークライブ終了の時刻が迫ってきたんですけれどもえ新型コロナウイルス Q&A 特集ですがまあ今、現状え北海道も3日連続10人以上で感染者発表されていますしあと東京、そして7都府県合わせて本当に今、大変な状況になっていると思うんですけれども。 今現状言えることって何かありますか,先生からえまだあのそういう意味では感染は日本の中で完全に広がりきっているわけではなくて今、それこそなんんですかあのよく使われる言葉で言うとまん延の途上にあるという状態だと思うので今後もあのこの感染予防をえ地道に続けていくというのは非常に重要だと思っています。 これね心の問題も結構重要かなと思うんですけども、えー、確かにもうすでに北海道の場合でいうと、うん、ざっと2か月以上コロナコロナできてますんでかなり、えー、私も含めてですね、うん、あのバ,バテ気味になっているとは思うんですが、うんうん、ここはなんとか踏ん張っていただいて、うん、でも頑張ればその先にいずれコロナいなくなりますから。うんえー 絶対に、うん、なのでそ,それはあの乗り越えられるんじゃないかというふうふに思いいますそのいなくなるというのはもうみんなが免疫持つという意味ですかそいずれねえいずれ全員免疫持つか、うん、ワクチンできるかどっちかが早いか遅いかの話なのでそれであの乗り越えるることとできま本当に今、世界の医学者その関係者が、はい、あの一生懸命、新型コロナウイルスとを向き合って戦っているわけですから。はい 医療者に向けてもやっぱり応援したいですよねぜひ応援いただきて、うん、もうみんなあの全力を挙げてやっていますので、えー、応援だけをよろしくお願いします、はい、まあ我々の身近なできることもとにかく手洗いだけは 毎日まめにやりましょう、はい、ということです、えー、HBC の新型コロナウイルス特設サイトでは引き続き疑問質問あの募集してますのでぜひお寄せいただきたいと思いますそして東瀬先生にはこれからも今日時の中でですね、えー、そういった疑問質問には答えていただきたいなと思います、はい、また今日のこの模様ですね特設サイトで掲載するということになっております ここまで札幌医科大学東瀬のりつぐさんとともにお伝えしてきました今日はどうも番組後にお疲れのとこありがとうございましたありがとうございましたえ共同期トークライブこちら HBC 報道部でした失礼いたします失礼いたします